皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はオメガラビリンスライフのファミ通紹介をしていきたいと思います。なんと発売日が8月1日に決定しました。真面目に探るラビリンス、ゲームファンの皆様へ、これが日本のダンジョン RPG です。スイッチで発売予定のオメガラビリンスライフの続報がついに公開となりました。これまでの情報に加え、本端初登公開となる新システムの情報もお届けします。新キャラクターも登場して、ますます盛り上がってみせる本作は、記事を読んでいるときは背後の人に注意するようにしてください。いや、別に大丈夫だと思うんですけどね。唯一無二の桃色ローグライク RPG。 本作はお色気要素をメインに据えたゲームで、と思いきや中身は意外にも本格派ローグライクアクション RPG となっています。入るたびに自動生成されるダンジョンを進んで最深部まで到達することがゲームのおなじみの目的です。お色気目的でプレイすると痛い目を見ます。そんなやり込み度抜群の内容です。ローグライク RPG というのは、自分が一歩進むと敵も一歩進むように、敵と自分が交互に移動するルールで進行するゲームジャンルの総称です。ダンジョン内で倒れるとレベルが1に戻って、所持品が全てなくなるといった要素を採用するゲームも多く、コアな人気を誇っています。胸を躍るダンジョン攻略となっております。焦らずじっくり行動しましょう。自分が行動しなければ敵も動きません。ピンチでも周囲の状況と手持ちのアイテムを吟味すれば窮地から抜け出せるはずです。まあそうですね。ではここでキャラクターを紹介します。聖火フローラ、キャラクターボイスは原由美さんです。美しい花壇が枯れた、一体その原因は。では暁日向、キャラクターボイスは小野崎さんです。オーレンジヘルネ、キャラクターボイスは小池理子さんです。相葉美代、キャラクターボイスは前田玲奈さんです。銀城七海、キャラクターボイスは立花理香さんです。なんとプレイステーション4版も発売予定です。ローグライク RPG であるオメガラビリンスライフを解説します。超真面目なラビリ紳士はさておき、本作はスイッチ版が発売されましたが、ラビリンスライフというプレイステーション4の発売も新たに決定しました。詳細はまだ不明ですが、ご家族と安心して楽しめる実家バージョンとのことです。発売日は同じく8月1日ですね。まあ今後ご紹介されていくと思います。というわけで今回はこの辺でオメガラビリンスライフのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。